るわ。エミリーです。さあ皆さんこんにちは。この子知ってますか？なんか見覚えない？この動画の人ですよ。妹のそっくりさんでございます。エイジンちゃんお久しぶり。1ヶ月前ぐらいにさ、エミリーにさドッキリしたじゃん。今回もエミリーにドッキリをしていくんですけど、以前は何だったっけ？そうそう、車に妹のそっくりさんがいたら兄は気づくのかだったんですけど、本日はね、もっともっと怖いドッキリをしていこうと思います。そんな優しいドッキリじゃないよ。本日何やると思う？結構怖いドッキリだよ。自分が住んでいる家が視聴者の方にバレるのが一番怖いの、クリエイターにとっては。エムレとね、沖縄旅行行ったので、いきなりピンポーンっつって、 MNS よねみたいな、見た？ショートと TikTok にもあげたんだけど、なんで住所バレるとやばいかというと、大人なら別になんか通報して終わりなんだけど、小学生とか子供の人が来ちゃうと家にも入れられないじゃん。なぜかというと、家に入れちゃうと炎上しちゃうんですよ。入れないで通報しても子供を通報ってなんかダサいじゃん。一番困るんですよね。今までね、この家には誰も来たことないんだけど、その視聴者の方ね、多分住所はバレてないんですよ、住んでるところは。でももしバレてたら兄はどのような反応をするのか、ちょっとやってみたいんだよね。予想ついた？大体予想ついた？ってことで本日の企画、視聴者が玄関に突撃してきたら兄はどうするのか、よいしょ。エイジリンちゃんに突撃してもらいます。ピンポン押してもらいます。 OK で、ピンポン押して、視聴者が家にやってきたドッキリ、これはね、めちゃくちゃびっくりすると思うんですよ、エムレは。なぜかというと、うちのマンションね、セキュリティがめちゃくちゃ厳しいんですよ。めちゃくちゃ厳しくて、一般の方は絶対入れない仕組みになってるんだね。オートロックも2、3個あって、警備員も24時間いるわけなんですよ。ここの住民ではない限り、一般の人がこの玄関に来るのはまずない話なの。だから兄はね、めちゃくちゃ困るし、めちゃくちゃね、ビビると思うんですよ。で、エイジンちゃんに今日はどうやって玄関まで来てもらうのかというと、じゃじゃーん。おー、鍵。エレベーターですよ。うちのマンション、エレベーター、鍵がないとボタン押せません。だから、エイジンちゃんが玄関にいたら、兄はめっちゃびっくりするんだよ。エレベーターどうやって押したの？みたいな。兄は今ちょっと仕事で、もうすぐ帰ってくるんですけど、エイジンちゃんは、一回ちょっと俺と、下のキッズルーム行こうか。で、キッズルームで待機してもらって、この後ちょっとね、兄と YouTube の撮影をやるんですけど、撮影中に僕が合図出すので、合図出したらピンポン押してほしいの。OK。よいしょ。それでは皆さん、視聴者が玄関に突撃してきたら兄はどうするのか、皆さんと一緒に見ていきましょう。お疲れ様。お前朝から大変だったでしょうけど。お疲れ様です。俺はちょっと今日は寝てたけど。シャワー入りたいんで、シャワー入ってないの？まだ入ってない。メイクとか落としたけど、シャワーが入ってない。マジかよ。じゃあ一回この撮影だけやって、俺がそのカットをやってる間にお前シャワー浴びて、その後 TikTok 撮ってくる。OK。わかった。てかさ、俺らさ、ドライブスルー企画最近やってなくね？やりましょうか。もう確かにそうね。ドライブスルー企画やろうよ。ドライブスルーは、うん、ちょっとやろうか。今週中やろう。でも俺さ、ちょっとドライブスルートラウマがあって、うん、企画がないの。変な話さ、ドライブスルーってさ、みんなね、食って終わってるような人だけじゃん。俺らはドライブスルーでそのレベルを上げすぎたの。なんかアノニマスになってドライブスルー行ったり、母国語でドライブスルー注文したり、確かにここでね、いきなりただ食べるみたいな感じでさ、某 YouTuber さんみたいにね、うん、やったら確かにって感じだね、うん、そう、だからビール飲んだりとかさ、だからそれでこそ MN じゃん。だからもうそれをネタ切れとか言ってないで、ネタ切れではないよお前、もう今すぐ言ったよお前。いや、ネタはめっちゃあるんだけど、今までのね、今までのそのレベル以上の企画を考えるのがめっちゃむずいんですよ、ドライブスルー。わかる？前回のドライブスルーよりも面白いの撮んないと意味ないじゃん。まあでもね、これはすごいいいことだね。前回よりもさらにさらに上、うん、毎回毎回上行こうというこのね、姿勢は、お前のこのね、考えは素晴らしいと思う。だからこれはネタ切れじゃなくて、ね、うん、よりね、上手にね、うまくね、いい企画を取れるように頑張ってる証拠だから、それはどうもお前間違ってる。ネタ切れじゃなくて、ね、より良い方向で行くために、ね、悩んでる。いい悩み、うん。頑張ろうとしてるんだよ、俺らは。だから、何の話だよ。とりあえず取ろうか。わかった。ドライブスルーはとりあえずやるから。近づか。え、待って待って待って。あ？あ、俺らさっきからめっちゃ話したけど、回ってなかったよ。マジ？え、ガチ回ってなかった。回すよ、じゃあ。はい。マジまあ、今の話聞かれても別に、取り高ないから、うん。とりあえず回すよ、じゃあ。いや、別に俺はもともとお前向きで話したからね。お前が勝手にカメラ向いてるから。さっきつけるの忘れてた。まあ、別に、俺はもともとついてないと思ってた。いやいやいや、何カメラつけ忘れた？ドッキリだと思ってた。いや、くだらな。お前こそくだらねえじゃん。何お前、それご。なんか頼んだのお前。高い？めんどくせえな。はーい。え、しつこくね？早く出ろよ。
いや待て、やばい、来て来て、ガチやばい、え、誰誰誰、子供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 、早く来て早く来て、ヤマトじゃないの？いや、ちげえよ、子供が玄関にいるんだけど。宅配便じゃないの？いや、玄関だよ、これエントランスじゃない、玄関だよ。は？誰もいねえじゃん。いやいやいや、さっきまでガチで子供いたんだって、諦めて帰ってったのかな。ピンポンダッシュっつっても、お前このセキュリティでピンポンダッシュ、俺初めてだよ、こんな聞いたことねえ。え、エムレ、ガチ玄関にいたよ、エントランスじゃない。えガチ、え、妹っぽくね。妹じゃねえよ、妹さっき電話したけど、この時間でもう10時半になるよ、もう。え、待って、誰誰、一回通話して。いいのこれ。いや、何のために来たのかな、隣の人かもしんない。はい、どなたですか？ファンです。いつもあれ、TikTok ショートとか YouTube 見てます。やっべえ、バレた。あ、どうやって入ってきたんですか？ずっと行く人を待ってました。でも、エレベーターとか押せないじゃん。どうやって押したのかな、エレベーター。うん、ガチやべえ。何時間いるんですか？もう5時間くらい待ってます。ちょっと、え、ここの住民の人ですか？いいえ。え、ここの住民の人じゃないの？いいえ、ここに住んでいました。えー、ちょっと、夜遅い時間なんで、ママとパパはいないのかな？パパはいません。ちょっと、あ、僕ら MNA じゃないよ。誰 MNA って？いや、僕らじゃないですよ、多分隣の人です。え、だってもう住所知ってますの？ どこで知っちゃったの住所は。全然いいんだけど、え、写真撮りたいってことですか？写真撮る？家に入りたいです。いや、家にはさすがに遅い時間なんで、ママとパパもいないとね、逆にちょっと僕ら家には入れることできないんですよね。逆にね、出すよ、怪しまれちゃうんで、僕らもちょっとこれ悪い方向になっちゃうんでね。まだ何歳なの？だってい や, いや、この時間にはちょっとお家はちょっとあれなんで、じゃあ僕らが出ましょうか？いや、泣いちゃいますよ、早く家に行ってくださいよ。泣いちゃいますよ。え、怖っ、今緊急で動画回してるんですけど、視聴者が家に突撃してきました。ガッチやばい、めっちゃミステリアスな子じゃね。泣いちゃいますって何なの、千と千尋の神隠し、泣くよ遊んでみたいな感じじゃん、あのベイビーの。え、待って待って、エムレ、エムレ、俺ガチ心臓バクバクなんだけど。え、どこ行った？え、玄関。ちょ、ズームしても分かんなかった。え、玄関開けてよ一回。玄関玄関。え、まだいるの？こわ。ちょっと待ってて。待って、エムレ、これは一回落ち着こう。お前、未成年の人を家に入れたら。未成年どころか、お前妹の年代だと思ってもまだ10歳いってないでしょ。いや、小学生だよね絶対。炎上？いや、これ家に入れて、で後からなんか。MNA が家に無理やり入れてきたみたいに言われたら、俺らガチ家も追い出されるし逮捕だよ。どうぞ、とりあえず一回下電話する。今週一回警備員にお願いしてパパとママに連絡してもらおう。さすがに家には入れられないし、体に触れたらやばい。俺らで写真撮ればいいじゃん、多分写真を撮りたい子なんだよね、まあ、いや、なんで玄関で写真撮ってるのってなるじゃん。その子がさ、友達に見せたら、え、MNA ん家行ったのみたいな。で、その子がさ、嘘ついてさ。いや、怖いな、これ。5時間待ってくれてるんだよ。いや、これ怖いけど、でも、これ申し訳なくね、ここまで待ってきてくれてるから、俺一旦出るじゃん。いや、やめとけ、お前。ガチで。直接話したらガチ炎上するよ。いや、これもこれでなんかおかしくない？ 5 時間待たせといて。とりあえず、一回家に帰ってって最終警告。俺なんか出ればいいじゃん。最後のアナウンスだよ。今すぐ出てって、そこ。困るから。わかりました、ごめんね、ちょっと僕らも今仕事中で本当にびっくりしてるだけなんで。じゃあ今からそっち行くんでちょっと待っててね、ごめんね。どうやって住所知ったのかだけ教えてくれる？なんか友達から教えてもらいました。友達？どんな人脈なのそれ。え？じゃあ一回出るね、ちょっと待ってて。はい、待ってて。はい、大丈夫？ママとかに連絡したい。いや、一回行こう。一回家には絶対入れないで話だけ聞こう。写真だけ撮ってあげる。入れられねえ、女の子だってね。女の子だね。
男ならまだいいけど女の子はやばいね。ちょっとマスクした方がいいかな。いやとりあえず一回行こう。エムレガチで、でもすごいなんかミスティーな感じの子だったからさ、怖くない？いやなんかあのビビってるとかじゃなくて問題になるじゃんこれ後々。とりあえず一回返そうぜ。マジでやえマジでマジで見えねえわ。え見えない。うわうわ怖いいから。失礼だからお前怖いとか言うねよ。お前可愛らしい子だよ、わかんないじゃん。いや待ってこれこれ女の子が好きだからこそ来てくれてんだよ。それ怖いとか言っちゃダメで今から開けるから。ホラー映画やんこれ。そこ言っちゃうのマジで。それこそ炎上だから、ね、分かった分かった分かった。せっかく来てくれたから分かった。入れてじゃん。え取んなくていいじゃんこれ使う。いやなんかあった時用に。あまあ証拠になるもん。そうそうそう俺らは何もしてませんみたいな。え待ってあなた一回こっち来て。こっちいいよ入れよう入れよう家に入れよう。いや大丈夫あのどうぞ迷惑だから一回ドア閉めよう。一回ドア閉めて。えあなた帽子あげて一回。てってれーそっくりさんのエジリンちゃん。エジリンちゃんでございます。視聴者が家に突撃してきたら兄はどうするのかでした。よいしょー拍手されてるんだけどお疲れ様エイジン。よいしょー。やっぱりこいつの下さこいつガチでビビってたよ大成功ということでエンディング撮りましょうか。もうエンディングだよこれはもう心臓パクパクいってるんで。いやさっきまでビビってた人と今こうやってねエンディングしながら紅茶飲んでるのやべえよ。さっきまで怖がってたからピンポン押していたもんね話して確かに確かになんかシュールだなそれ。すごいよこれマジやられましたよ。もうお疲れ様。よいしょ。いやこっちでしょお疲れ様って。あお疲れ様ね普通こっちだよ、ね、お疲れ様お疲れ様。そうだったねあの今バクバク言ってるからね。ケサちゃん今日どこにいるの。今日はねさっきまで一緒で遊んでた。あ、本当に？うんエサちゃんじゃあこんな企画のこと知ってる？あー、いつまた嫉妬するなこの企画知ったら。そう、この前のそっくりさんの時ね、彼女は母国にいたんですけれども電話来ましたよ。なんで私と同じの。いや、撮れるわけねえだろお前母国にいんだから。エサら、そんな嫉妬するなって。お前ともたっぷりドッキリ動画撮ってやるから。てか、なんか今度4人でね、どっか行って動画撮ろうよ。あ、確かに。そしたら嫉妬もないし、なんかみんなで初めてちょっと4人で撮ろう動画。ここで宣言します。あエスラちゃんとエージェンちゃんと MN で近々ディズニー行きます。待て勝手にやるなお前ら。ちょっといろいろ相談しろ俺にも。いやいや面白そうじゃない。ディズニー行きますって。まあまあでも確かにね俺らもディズニー最近行ってなかったから。じゃあ4人で行こうか。マジで行こうか。一番企画やります。いや企画名まで考えるなってことで本日の皆さんこの動画を気に入っていただいたら高評価とチャンネル登録と動画をください。よろしくお願いします。ありがとうございます。よいしょよいしょ。うまいわ。うわマジ焦ったけど楽しかった。ねえねえ私さこの動画撮ることした後にさ、クラス全員というか学校全体に MN 女子をバラしたけど大丈夫だよね。さあ全然大丈夫だよ気にすんな。何が大丈夫だよお前。イジンちゃんの友達みんなほら住所知ってんだよ。今なんて言った。えだから住所みんなに言ったってこと。うん。えじゃあお前学校全体に俺らの住所がバレたってこと。バカいいなんてことしてくれた。え住所ってあの東京の住所のことだよね。バカお前何口に出してんだよお前。これエジンちゃんとエジンちゃんの友達だけではなくてお前俺らの住所みんなのバレてるじゃん。バレてねえよ動画切ったよ切ってねえ。切ってなかったの。切ってないの。えじゃあお前視聴者でもお前住所がバレたってこと。お前これ何炎上だよ。お前これ住所特定炎上だよ。住所特定炎上だよ。